授かりし強者。紳士であることをお忘れか。我が策は万手先まで見通す千里の目よ。千里の目は我が室にあらず。相変わらず口が減らぬ者どもよ。デウス様、我が直属護衛衆も全このような一時の安寧を得るためだけの戦いに意味などない。ブラフマーストロ、しかしアレイの重点は未だ過小にございます。現状では本来の法力は発揮できませんでしょうな。この滞った淀みを打ち破るための一石を投じれば、この戦いは世界の全て。ブラフマーストロの奏でる破壊の旋律、ぜひとも聞かせていただこう。デウス様の御心のままに。ブラフマーストラをもって積年の天体を打ち破る暴走とせよ。
なぜこのような正確な攻撃を。良いではないか。突破口が開かれたわ。おのおの方、あれを召喚あれ。No!
どうした？仕留めきれなかった。ブリトラを仕留めるなどできはせぬ。無事沈められたことを喜ぶべきだ。これまで以上の犠牲は出たが、しばらくは現れまい。今休め。傲慢ブリトラ、アスラ様により鎮圧。三尊の傲慢どもを浄化せよ。我らが八将に腐敗の力を、秦国に永遠の光明を。秦の夜明けは近い。娘にしてミッコたるミスラの力を借り、ブリトラの撃退に成功した秦国軍だが、束の間を訪れた平穏の陰では秦国を揺るがす陰謀の糸がすでに張り巡らされていた。
なた。お父様。ご無事で。ああ。お帰りなさい、お父様。はあ。アスラ様、神王様がお呼びです。至急謁見のままでおいでください。きっとブリトラを倒した報奨の件についてじゃないかしら。さあ神王様、お待たせしてはいけない。わかった。なんだこれは。なんだ、一体どうなってる。アスラ、この反逆民。違う、俺ではない。黙れ、もはや言い逃れはできぬぞ。反逆者は一族者とも粛清すべし。貴様やれ。諦めよ。ふざけるな。おとなしく裁きを受けよ。腐っても八神将、雑魚では相手にすらならぬか。あれが相手だ、アスラよ。俺ではない。
あの子。分かった、もう喋るな。
裏切り者の汚名を着せられ、妻を殺され、娘を奪われたアスラ。怒りを持って死の淵から蘇った彼の眼前に広がっていたのは、亡漠とした幽玄の世界。そこに現れた謎の雲の言葉に導かれるように、アスラは現世を目指す。気がついたかい？ここは？狭間の世界とでも言っておこうか。どうせに理解はできないし、説明しても僕が面白くない。何者だ？それが重要なことかな。自分は誰なのか覚えている？まあ、登りたまえ。ただし気をつけたまえ。もしここから落ちてしまえば、無に帰るだけさ。そうだ、いいぞ。自分が何者であるかよりも、君には先に進まなければならないゆえんがある。たとえそれを忘れていても、君の中の炎は消えてはいない。その調子だよ、アスラ。アスラ、こやつらがこの地にあふれし、ゴーマどもよ。見事打ち取っていい。
ではないか。ならば次だ。そうだ、その調子だ。やるではないか。調子が出てきたな。だが暴れるだけなら猿でもできる。相手の出方に合わせて反撃してみせろ。敵に囲まれようとも惑わされるな。一匹ずつ狙いを定めるのだ。そうだ、他の敵にも注視してみろ。そうだ、その調子だ。やるではないか。拳は接近戦だけだと誰が決めた。叩き落としてやれ。よし、稽古をつけてやろう。これを撃ち落としてみせ。どうだ。そうだ、この調子だ。やるではないか。ならば次だ。そうだ、その調子だ。そうだ、その調子だ。やるではないか。はがぶってきよったわ、この力量。我が直接確かめてやろう。
ではないか。詫びだ。それでこそアスラよ。俺の名はアスラ。そう、それが君の名さ、アスラ。逆と破壊しアスラ滅す。アスラは打ち滅ぼされた。デウスは世界を救うと言っているけれど、それでいいのかい？その犠牲ところで死んでいる場合じゃ。やめろ。え？どうした？気に障ったかい？お前
前じゃない。僕じゃない。泣き声が。泣き声何聞こえるはずはないよ、この狭間の世界ではね。君の生きる世界だよ。そうそう、時間は1万2000年ほど経っている。君たち神にとっては大した時間じゃないだろう。世界を救うだと。ただ地獄だ。アスラが目覚めたのは彼が死した時より1万2000年もの歳月が過ぎた時代。しかし変わらず世にはびこるゴーマ、ゴーマが人々を襲いその命を奪い始めた時、かつての八神将ワイゼンが兵を率いて現れる。ハルマン・ファリカン・ソーティ、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 マルハニバ、サラ・マスティ・シャンクだ、ゴーマラ、ソーティ、ゴーマラ、ゴーマラ、ソーティ、ゴーマラ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 、ソーティ、ゴーマラ、ソーティ、ソーティ、ゴーマラ、ゴーマラ。せめて
てハースラムーア、サリシャハマジかソーティせめてハースラヤマドラソーティムラジャータドアナバギだゴーバラン、うわぁマルハナニャバギだゴーバラマジかソーティー、何一つ変わらぬ世界だ。前線準合唱浄化して前線浜屋トンガード何哀れなるかな逆と破壊しんなら
ゴーマに食わせる魂などないわ。12000年ぶりか、暗躍者アスラ。デュース様のおっしゃられたことは誠であった。12000年ぶりか、反逆者アースラ。リュウス様のおっしゃられたことはまことだった。よもやよみがえってくるとは、なんと業の深きことよ。貴様は、もしや記憶をなくしおったか。このワイジンを忘れたとはな。ワイゼン、わしは言う、反逆者アスラ、七聖天たる我に平伏するがいい。七聖天だと。戦いしか知らぬ、かつての不完全な発信症とは違うのだ。七聖天こそ、この世界の…どう、哀れなことよ。正常なる文言を聞く耳すら失うたか。俺を罰当たりな。出せぬようだな。何時が寝ていた12000年の間に、我らはさらなる高みに登ったのだ。俺は何時の娘にして、我らが巫女ミスラ様から授かりし力よ。俺の娘、ミスラの力だと。何をした、何をしたか言ってるわ。言わせてみよう。
聖典を名乗りアスラを葬らんと襲いかかるワイゼン。ワイゼンは八神将であった以前に比べ比類なき力を得ていた。想像を絶する破壊力を持つ巨体がアスラを圧殺せんと迫る。
神の棚心の上で騒ぐ猿がごときを前に倒される我と思うてか。真なる愚勢の力見せてくれる。八極の開門、滅法合力、真言将来。我は七夜天を愛せる。神を守護し、世界を守護する絶対の超越者なるぞ。この世界を救うと決めたのだ。大回転だと。お父様、ミスラ、誰が気づく世界への礎となり、アスラ。なぜ迷い出た？帰る道も知らぬ。何を思う？
ただあることすらできぬのに。哀れな男だ。今度こそ永久に休むがいい。